はい、こんばんは、山陽と申します。さあ、ローソンのね、ローソンの調査じゃなくて、クリスマスケーキ&おせちカタログ徹底調査2023第2回。今回はね、ローソンさんでやっていこうと思うんですけど、すいません。なんかね、マイクの話をちょろちょろとしてますけど、またちょっとすいません。こっちのマイクかな。ちょっとこっちのマイクに戻します。なんかね、こっちが今、撮ってる最中にね、ちょっとね、接続が切れたりしちゃったんで、ちょっともう一回再起動して、あれする時間もないんで、もうとりあえずちょっとこっちのマイクで撮ってっちゃいようと思います。ということでね、次はおせちですね。まあ、前回もね、案の定、あっちの方でね、1時間近く喋ってしまいましたけど、おかげで時間を惜しんで押してますけど、まあ、とはいえね、だからといってね、おせちをね、粗末に扱っていいのかと、そんなわけないんですよね。ね、それは、要のね、そのクリスマス、まあでも大事ですけどね、おせちというね、正月のね、日本人のね、心としてね、やはり大事なもの、これをね、そんなね、時間かけずに早退するなんてね、そんなことやっぱできねえぞということなんでね、夜通しとるつもりでね、ここからやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。とはいえね、コンビニのおせちに関して言うと、そこまでラインの数は、あんまり、めちゃくちゃ、豊富にね、置くというよりは、品目をね、絞っていくような、傾向が、前回もありましたんでね、そこまで、かからずに生きるのかなとも思っております。まあ、目標1時間ぐらいでね、ぐらぐらと喋っていければと思います。まあ、ないしてね、相手で挟む話がね、もう、これ、何本取るかね、想像してみてください。ここからずっと取っていくわけでございますよ。雑談するネタだってね、尽きるんでございますね。なのでね、そんなにね、後半はね、無駄話はね、減っていくと思います。序盤の方がね、余談の話がいっぱいできるんでね、後半はね、そうそう、前半は長くなりがちですけど、後半はねって言いたいですけど、去年もなんか、終盤のところで、あーってなって、なんか気がついたら2時間ぐらい喋っとったような回があったような気もする。しますけど、はい、気にしないでください。13時間ぐらいなんで、どうせ13時間から15時間ぐらいで収まるんで、ね、誤差2時間ぐらいで収まりますからね、どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、早速見ていきましょう。おせちですね。ということでね、よいしょ、これで見えてるかな、おせちってことですね。こんなカタログでございましたね。で、ローソンさんは横開きですね。いわゆる、クリスマスケーキとかと同じで、画面の右側のところから開いていくパターンですね。横書き用の、やつになってました。おせちは意外と分かれましたよね、前回も。これをね、左開きのね、方面にするとか、もしくはクリスマスを右開きにして、後ろ側にね、縦書きのおせちにして、左開きでっていうような感じで使い分けをするっていう、いわゆる漫画本とかと同じですね。つってもね、最近あれね、若い子みんなKindleでやっぱやってるったりするんで、紙の本っていうのは、なかなかね、夏みたいにちょっと薄くはなってきてますけどね。まあ、そういうような感じのイメージでいいんじゃないかなということでございます。まあ、一応ね、こっちの方がね、昭和の人間なんでね、そういう感じでね、説明をしていこうかなと思いますけどね。まあ、そのあたりとかもね、いや、なんか商品がね、小学生とかね、なんかね、いろいろとあったらね、全然コメントにどんどん書いてもらったらね、大丈夫なんでね、どんどん書いてもらったらと思います。ということでございましてですね、おせち、アプリ予約でお得に、福迎えということでですね、アプリ予約できますよ。これやっぱこの辺を押していくのは、あっちと一緒でしたね。クリスマスのね、やつも同じ感じでした。では、早速ね、見ていきましょう。よいしょ。ということで、ね、まず、ドンと来るのは、ザっていう感じの、やつか、ですね。和洋中、折衷、三段重ということで、これが多分フラグシップになってくるのかなってところですね。パッと見てみると、まあ、画合成な感じですけど、合成ですけど、一つ言えるのは、フラグシップに持ってくるやつは、どっちかというと、牛タンローストが入ってたり、フカヒレが入っていたりと、いうことなので、どっちかっていうと、そういわゆる、クラシカルな、おせちっていうよりも、もうちょっと豪華絢爛なね、おせち。っていうアミューズメント感がね、強い感じになってるなっていうのはイメージですね。これが、フラグシップモデルになってくるのが一番最初のページなんでね。ということでございます。早速中見ていきましょう。名前が和洋中、和洋中、折衷、和洋中、折衷、三段重かな、いうことですね。折衷で貼ってますよね、これ。ですね、お重ごとに和洋中の味を楽しめるおせちです、ということで、とにかく豪華なもの、いろいろ詰め込んでますって37品目になってますね。で、見てみましょう。1の重。まずはね、文字情報でざっと見ていきますよ。1の重は、栗きんとん、紅白かまぼこ、伊達町、鬼しめ。
穂先たけのこに椎茸ですね。で、丹波笹山、三、黒豆ですね。黒豆も笹山、丹波の黒豆って言ったらね、有名ですもんね。で、ことぶき高野豆腐に、北海道産昆布の、昆布巻きですね。に、数の子、エビのつや煮ですね。に、若桃の甘露煮。甘露煮入ってくるんですね。この辺りとか、だから一応とってとクラシカルな感じかな。ブリの照り焼きに、紅白のナマスね。に、イクラ醤油漬けに、タツクリということで、クラシカルにまとめるんでなく、和ということで、イクラとかね、この辺りとかも入れてくる感じで、豪華な感じにしてるんですけど、ちょっとすいません。一旦ちょっと切ります。はい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 。いけないいけない。電話かかってきたので、ね、話しとったら1時間半も喋ってましたんでね。どこまで話したっけ？1の10までやったんだっけ？ 1 の10までやったよね。そうっすよね。うん。プリキンとね、タツクリって見てて、2の10が、洋になってね、牛肉、赤ワイン煮込みにブロッコリー、コンソメ風味に、プチプリエビサバなど、トラウトサーモン、スモークロース、オリーブカクテルに、エビと魚すり身のロブスターヘッド焼き、ロブスターですね。で、イタリア産栗のグラッセ、ブローク、グラッセですね。で、若鶏醤油チーズ焼きに、牛タンローストに、ドライトマトの赤ワイン、赤ワインで煮込んだ赤ワインで煮て締めてますからね。それはね、私もね、赤ワイン飲むわって話なんですけど、あ、まあ、全部飲み切っちゃった、なんかありますね。ようですね。なるほどな。で、3の10が、3の10大事ですからね。三重なんでね、やっぱね、3の10は大事、30は大事でございますよ。ということで、イカ、松笠、白醤油焼きに、緑ザーサイに、エビチリ中華、中華卵焼きに、豚角に、鹿児島産豚の、チャーシューに、ズワイカニ詰め、アワビオイスターソースに入れ、くるみ砂糖がけに、フカヒレの姿に、クコの実菜の花と。クコの実も入ってるんですね。こっちは和のやつですね。と言っても、結構あれですね。いくらも入りの、まあ、さとくりとかこらたりとかね、だてまきとかね、かずのことか、伝統的な、ね、昆布の煮しめとかも全部入ってますけど、そのあたりですごいですね。で、これがようなやつですね。肉肉しいね、すごいね。うん、これだとボリューム感っていいですよね。うん、で、さらにカニツも入って、フカヒレまである。すごいですね。わーという感じでございます。で、結構彩りもあるんで、綺麗ですよね。この辺りとかもしっかり考えられてますよね。で、牛タンローストは、牛タン香辛料で、味付けし、真空調理法でね、ロースト仕上げした。いやー、美味しそうじゃないですか。さすがですね。で、フカヒレの司に、そして天然のフカヒレを司のまま、チキンベースにオイスターソースを効かせて煮込みました。あんをたっぷり絡めてお召し上がりください。はい。すごいですね。おせちにフカヒレの時代ですか。すごいですな。で、これが、21,500円ということでね。まあ、一人頭だと、3人前って考えてもら、7,000円ぐらいですからね。なるほどなーっていうところでございますね。ザっていう感じ。これがまあフラグチップモデルになってくるんでしょうね。で、次がプレミアムおせちってことで、これはいわゆるハイエンド向けって感じなんでしょうね。こっちをフラグチップにしてないっていう感じがあるのかなって感じですね。厳選の国産食材をしようってことで、流れとしてはこっちの方がクラシカルな感じにしてあるかな。はい、1の10が、伊達巻き、紅白かまぼこに、丹波笹山産黒豆ね。で、タツクリ、北海道産数の子、北海道産昆布の昆布巻きに、芋あん栗きんとん、柚子入りなますということですね。この辺りも全部基本国産食材になってるっていうのはね、かなり、こういうこだわりとかがね、もう、昔はね、コンビニのやつって言ったらね、そんな、その産地とかそういうのではなくてっていうようなイメージがあった中でも、今やね、コンビニがね、こういったハイエンドな感じのね、ものもしっかりと、うん。まあ、ハイエンドっていうと、もっとね、ホテルが作ってるよう、高級ホテルが作ってるようなとか入ってくるんであれなんでしょうけど、でもこういった感じで、いわゆる高級志向な感じのやつをしっかりと本格派のやつをね、作ってくるっていうのが、いやー、進化してるんだな、コンビニってすごいなーっていうところですよね。うん、で、2の10は、ブリの照り焼き、鮭の、幽庵焼きですね。で、いくら醤油漬けに、叩きごぼう、
国産黒アワビの旨煮、北海道産ホタテの最強味噌焼きに、国産豚の角煮、湯葉巻き、牡蠣スモーク、オイル漬けに、若もも甘露煮ですね。で、鮭の錦糸巻き、鮭錦糸巻きに、夕日巻きってなんだろうな。これだけ聞いたことね。あとでちょっと商品見てみよう。2の10ね。で3の10は、ローストポーク、鹿児島いいとこ取りの、甲州味噌焼き、鹿児島で甲州の味噌だ。なるほどね。鹿児島県産車エビのつや煮ですね。で、京鴨の燻製に、金柑甘露煮に、これは国産梅貝ね。梅貝の旨煮に、鬼しめ。お酒たけのこに、レンコン、しいたけ、鶏肉、手編みこんにゃくですね。ああ、手編みじゃない、タズナこんにゃくですね。に、ごぼうに、花にんじんに、里芋に、銀杏と。プレミアムですね。ダンスからこっちの方はそんな要中とかに振るっていうのではなく、どっちかというと、わーで、高級な感じをしてみてる感じですね。うわー。すげえなぁ。カツノコすげえなぁ。だって負けてこもしっかりと入ってるって。やっぱ3人前ぐらいを想定して作ってある感じですよね。に、アワビですよ。なんてこった、なんてこった。もう、高級だ。に、で、竜飛巻きってこれ、あ、この真ん中のやつかな。これかな、竜飛巻きかな。へぇ、こういうのがあるんですね。ちょっと私も詳しく知らなかった。で、こっちが3段目でもあり、結構ね、この後バイダーと貝も入ってるし、いやー、海鮮もあるし、肉もあるし、すごいね。こだわりどころとしては、これですね、北海道産カツノコ。北海道産のニシンの卵を使用した、歯ごたえ抜群の大きなカツノコを醤油で上品に味付けしましたということで、まあ、大体ロシア産とか、そのあたりとかがね、多い、ところだったはずなんですけど、カツノコって、北海道産でね、しっかりと揃えてきてる。これは高級だね。で、さらに国産黒アワビですって。黒アワビを醤油ベースの味付けて煮ましたよと。程よい弾力と磯の香りを楽しめるらしいです。わー、えぐえ。すごいな。これはやっぱ高級です。4万3000円。うおー、風呂敷などもね、に入っても、すごいですね。うわ、豪華だ。いやー、これが、全国のコンビニで買えるんだね。すごいね。お父さん、すごいですね。いやー、ってことでございますね。で、他のやつも見ていきましょうか。そうすると、他の、バラエティのところになってくると、だいぶちょっとさっきの後に見ると、だいぶめちゃくちゃリーズナブルに見てくるね。三段重、もう一つありますよ、と。お設置三段重、千賀屋さんの、特金製ってことですね。三河千賀屋ってあと、三河のあれね、伝統的な具材をはじめとした和風のお設置ですよ、ということで、一の重が、金箔車、金箔は、三河か。三河なら入れるか。栗きんとん、松前漬け、タコの小豚煮に、昆布巻き、若桃の甘露煮。甘露煮は何回入ってきますね。で、エビのつやに、白花豆ね。うん。で、たつくり、紅鮭の石狩漬けに、数の子たちでまし。この後も石狩漬けとか、この後に結構伝統的な感じのね、保存の効くような感じのやつをしっかりと作ってきてるのが、特徴かなというところですね。で、どんと。いいですね。なるほど。十分これでもね、あれですもんね。で、2の10が、アナゴ、八幡巻きかな。に、カニ、ウニ、貝、ウニ、あえ、貝にウニ、あえちゃってんだね。くるみに、これは新緑、福祖か。に、ホタテの、照り焼き、たたきごぼうに、紅白なます、あわ、あびは、うまみが入り、ゆず、鶏つくね、ゆず鶏つくねに、ごまさつまに、これは手回り餅、あ、手回り餅ね、これあたりとか言うと、昔ながらのところに入ってくるあれですよね。赤根新庄、いかまつ、かさ、白焼き、たこしょうが、ゆばうまに、そう、手回り餅が入ってるとね、こういう感じでね、ちょっと彩りがね、華やかになっていいですよね。なるほどね、なるほど。ほうほうほう。で、三の字は、ぶりの照り焼きに、梅新庄、ゆずくらげ、こんにゃくうま煮に、あと、紅茶かな、の、
白醤油焼きに、椎茸馬に、ことぶき高野豆腐に、あゆ、笹、茶巾、に、牛肉とごぼう、しぐれ煮かな、しぐれ煮入ってきますよと。で、錦卵に、ほほさき立てのこと、伊達巻きとかではなく、錦卵になるんですね。なるほどね。これかな、そのほどね、こういう感じになるんですね。いやいやいや、変わりはまた、2の10で、3の10で、これだ、こっちですね。錦卵、これね、これですね。なるほど、ことぶき、高野豆腐に、しぐれにこんな感じで入ってくるんだ。さすがしぐれですね。いや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 、すごいですね。まあね、今ね、絶賛ね、これ、撮ってる時にはね、しぐれういままのね、やつがね、もうバズってますからね。いや、しぐれにいいですよ。しぐれ品は大体ね、実は三重県の特産だったりしますんでね。そう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 。みんなにしぐれを食べましょうね。はい。うん。なんだ、そのうちは、18,800円ということですね。まあ、これ十分満足できる味ですよね。うん。いいもんね。すごいね。うん、で、こっちは、和洋中一段ってことで、一段にバラエティの具材を楽しめるようにしてあります。二人前用みたいな感じです。こっちはね、三人前かな。三、四人前出したけど、こっちの方は二人前で、一段で、バラエティとかで、これも同じく仙台さんのやつですよ、ということですね。品書き事務所、ごま団子、アイガムスボール。だいぶ、ガラッと変わりますね。こっちから行くとか、だいぶ、クラシカルな感じから脱クラシックな感じになってますよね。アイガムスモークトンポーロ、エビチリ、昆布巻き、タツク、こんな手はあれですけど、梅新醸とかもあれかな、たたきごぼうとかに、あんま、豆、黒豆かな、ミトニカに、あとは、イカとサーモンの日向夏まで、日向夏までになるなんてね。いやさ、おしゃれなもん入れてくるじゃないですか。で、サーモン、イカの中華風マリネ、マリネが多めになると、どうしても酢漬けとかそういったね、日持ちをするように作る、あれが必要になってきますからね。で、アワビのオイスターソース煮に、伊達巻きかな、に、紅鮭、醤油焼きに、牛肉ごぼうしぐれ煮、カツノコ、紅白かまぼこ、若桃の甘露煮、栗きんとんに、エビはなんかな、しまった消えちゃってる。ブロッコリーに、豚タンスモークに、北欧サラダに、いくら醤油漬けに、パラストミービーフ、イタリアンソーセージかな、イタリアンソーセージと、あららら、入ってきちゃうわけでございます。エビはツヤ煮でしたね。はい。っていう感じです。それがトンと一つにまとまってる。まあ、ある意味ね、単身世帯だったりとかね、うん。二人とか、まあ、ね、奥さんがいませんよとか、まあ、どっちかというと多分、でも、狙い的にそうか、若い世代とかも狙ってる感じもあるのかなっていうところですよね。こんな感じになってるということで、すごいですよね。なるほどな。で、こちらの方は、千賀さんの、あれで、お客様の笑顔を想像し、ひたむきに丁寧に、おせち料理を作り続けて数十人、割烹料亭、千賀から、足と衣装を受け継ぐおせち料理で伝統の味とおもてなしの心をお届けします。前もありましたよね。やはりローソンだったっけ？千賀屋さんって結構、こっちの地元スーパーとかでも使ってはるところが多いですよね。そう。なんでおめでとうとかって千賀でね、野球のあれで良さそうだよね、みたいな話をしてましたもんね。千賀だって言ってて。思いやがり、今やメジャーですよ。もしかしてセガにハマったかもしれませんよ、おせちがね。いやーすごいですね。まあ、そういうニーズないわけではなさそうですからね。うん、どっちかというとね、結構海外の人とかもね、こういうの、興味を持つ人多いですからね。うん。そう。うちもどっちかというとそういうのになってね、結構その、こっちの地元で食べたものとかをあげる、やつとかやってますけど、残念ながら海外には火はついてませんけどね。はい、っていうところだったりしますね。あなたにもアプリ予約で1000ポイントとかついてくるらしいですよ。すごいですね。で、これは、いつも790円ということでございます。はい。なるほどね。まあ、それだったらもう5000円ぐらいでお済むって考えると、なるほど、いいですね。で、さらに、続けてくるのはやっぱバラエティ系ということで、今度は、肉まみれおせち、肉ですよ。肉ですよ。肉おろし、小島監修ということで、もう、肉、肉、し、
おせちの枠にとらわれず、お肉のメニューにこだわった贅沢なおせちです。いいですね。肉ですね。結局肉がいいんですよね。なるほど。ということで、これ、お品書きを見てみると、奥三河鶏の、塩麹焼き、ブロッコリー、コンソメ風味に、セミドライチェリートマトに、牛タンローストダイス、ドライトマトのオイル漬け、マッシュポテトに骨なしポークスペアリブに、ガーリック風味、アンズシロップに、にドライトマト赤ワインに、アグー豚の入り、アグー豚入り肉団子、骨付きソーセージにスタートオリーブ、華やか野菜マリネ、キャロットオニオンサラダに、ローストサーロイン、ペッパービアソーセージ、に、広島県産レモンのシロップ漬け、フライドガーリックに霜降り和牛、オーバーダーザワーのハンバーグですよ。に、グリーンアスパラ、煮浸しで、雪降り和牛、オーバーダーザワーのしぐれに、しぐれに入っちゃいました。で、未参照ということでございますので、これ、もう、おせち感あるところがほぼないけど。これは肉肉しいですね。いいね。肉とか色だね。意外と結構彩りちゃんとしてますしね。あ、いいですね。結局ね、酒飲むときこういうのが一番いいんですよね。ロストサーロインに。おばるだのハマグは。ここはね、ちなみに、1933年創業の歴史ある老舗食肉卸、小島食店が監修と、様々なお肉料理を楽しむお肉好きのためのおせちです。ということでね、もう完全に肉料理で、まあ、細の効く肉料理を集めましたよって感じですよね。いいですね、もう、ひなが一日これで、ね、晩食とかやってた。今年もね、まだ地獄の企画が待ってるわけなんですけどね。あとは、バカみたいにね、この時期に、ね、編集しないともう間に合わないとするのか。っていうことなんですけどね。ただ、どうってことは、すごいですね。こんなんでね、優雅なね。やっぱね、おせちをね、食べてる人ってのはね、心も優雅だと思う。うん。うちみたいにね、カツカツでね、やってるとね、なかなかこういうのをね、ゆっくり食べてっていうふうにね、ならないですもんね。すごいなぁ。いいですね。さあ、ワイン欲しいね、これ。日本酒でもいいんだけどね、日本酒と辛口のがいいかな、この感じだとね。いや、ワイン飲みたいね。うん。ちょっと渋めの赤ワインとかいいよね。こんだけ肉料理しっかりした味付けのものが揃ってるとね、いいなってことで18,800円。いいですね。なるほどね。で、あとはいろいろとちょっと出てきますよ、ということで、宅配オンリーでやってるのが、冷凍で、減塩おせちが、届けがあるらしいです。これも笹団子、鶏団子、まあこっちは、ね、いわゆるクラシカルなものを減塩にしてありますよって感じですね。サワラの照り焼きにエビの馬に数の子、伊達町とかも入ってますね。たたきごぼうとかも入ってますもんね。で、湯葉の山椒にホタテにタツクリ、金華甘露に梅粉も入ってんだね。へーあーに、スダコで、はい、紅白ナマス、イクラ醤油漬け、キントン、あ、とかイクラの醤油漬けって冷凍でいけるんだね。そうなんだ。キントンに、渋皮炙りに、黒豆にローストビーフ、タラの馬に、三段目に入ったら、五目巾着、絹さや、梅人参に、タケノコにガンモドキニに、ことぶき、高野豆腐、さつまいも缶に、よどもぎ、うねぎり、こんにゃく、ごぼうに、しいたけに、ということで、届いてから解凍をしたらいいのかな。っていう感じですね。なるほどな。すごいですね。で、サラダオードブルとかもありますよと。2278円でオードブル。こんなのもね、いや、こういうのをね、おしゃれに、楽しめるね、なってみたいもんだね。うん。ドカ盛りのね、大盛りドカ盛りね、人間山田さんからはちょっとかなり、かけ離れてる感じがしますけど、いや、こういうのをね、おしゃれにいただく、たしなむのもいいですけど、でもこれだったら白ワインなんですよね。なんだろうな。なんか白ワイン欲しくなる感じですね。その両方買っとかなきゃダメですね。スパークリングでもいいか。うん。まあ、次回期はね、全部揃ってるんですけどね。大体赤白ロゼ、ウイスキー、ビール、何か、で、しらす、一通り全部揃ってますからね。怖いんだよな、あの実家。うん。いやー。
のんべえのね、家はね、そうなるんですよ。うちは、今は、ワインを今全部ボトル開けたんで、今ワインがなくなったでしょ？そうそう、一人暮らしだとね、そんなにね、日本酒とかわっと置いてあってもね、どうしても風味が抜けちゃうんで、一升瓶とか買えないね。720だったらね、飲み切ること全然できるんでいいんですけど。だから、一升瓶買う頻度は減りましたね。焼酎とかだったらね、持つんであれなんですけどね。でも日本酒も腐りはしないんですけど、どうしてもね、味が落ちちゃうんですよね。一回開封をすると。それはね、あるんで、ワインと日本酒はね、特にね、ありますからね。そこら辺がね、難しいところでございますね。まあ、どう、あと、体質的にね、焼酎、ウイスキーとかあるんで、今、ウイスキーと焼酎は切れてるか。っていう感じですね。またそのあたりまた買いに行かないといけないと思ってたら、ダメじゃん、買いに来ねえじゃん。っていう感じでございますね。言ってた先飲みたくなってくるな。で、サラダオードブルと、甘辛ダレのネギ唐揚げ、甘煮油入り、なんか健康そう。緑黄色野菜、バーニャカウダソース、甘煮油入り。よくわからんけど、なんかすっげえ健康そう。イカとキュウリのネギ塩ダレ、サーモンとバジルチーズペンネ、ローストビーフとポテトサラダに、コクマゴボウサラダ、柑橘ジュレのトマトサラダに、エビとイカのメンテクサラダに、タコのバジルサラダまで入っちゃう。にゃん、もうすごいですね。で、サンドイッチくれた。で、ないってなかった。で、これが、2278年が税抜きなんで、税込みいくらかな。2400円くらいかな。で、サンドイッチプレート。2111円、2280円ってことで、これも、炙り予約でできますよ。ローストチキンのバゲットサンドにつなす。で、サンドイッチ、これなんだよ、もう。おせち感は皆無ですけどね。まあ。こういうつな、ネームのものが揃ってるとね。人が揃うところだと、こういうのはありがたいですよね。もう作らんでね、よくてね、この値段でね、これだけでできるんですからね、置いときゃいいよっていうね、子供とかだとこういうの方、喜びますし、いいですよね。なんなら大人でも十分いろんな種類があるし、楽しめそうでいいですね。では2280円。ね、ローストチキンのバゲットサンドに、レタスサンドに、ピカタサンドに、トマトレタスサンドに、卵サンドに、スモーク、ももハムサンドに、ハムチーズ巻き、卵サラダ巻きの詰め合わせもすごい。何でもいっぱい入ってる。すごい。いいですね。で、さらにこれは年末用ですね。ダブル、ダオエビ天そばとかで、オーブンのエビの天ぷらを2本盛り付け、出汁の風味も楽しめる。どうなんでしょうね。このね、年越しそば問題ですよね。まあ、すっかり私は、今年はね、伸びてない。今年はね、あれですよ。いろんなね、ことがありましてですね。間違いなくね、緑のたぬきです。今年はね。キャンペーンやるみたいですね。プロライブとね。いろは殿がね、緑のたぬき担当ってことなんで。花がね、その辺はね。で、ポコベイなのにね、ポコベイだから敵どん兵衛なのかと思ったらね、緑のたぬき、緑のたぬきだ、まあ確かに、そっか、絶妙で、ね、あれがありましたけど、ということなんで、今年は東洋水産でいきますよ。もちろんね、あれですけど、もちろん、それとね、私が一杯膨れるわけじゃないですが、あちなみにね、それがあったからではないんですけどね。ね、がっつり緑のたぬきで行く気満々でございますからね、こんな感じで。早すぎるっていうのはね、買うの早すぎるって言うんですけどね、こんな緑のたぬきでこんなの売ってたんですよ。西日本、関西向け、東日本向け、北海道向けとかが、全部入っているっていうパックがあったのでね、我々もポコペイですよ。大丈夫ですね。がっつり買っちゃいましたよ。一応言ったんで、何のキャンペーンをやるのかどうかもよく分かってないのに、とりあえずなんかやってるらしいぞって言ったら、とりあえずなんかパック売ってんで、そこで買えって言うんでね、買いましたね。後から多分キャンペーン商品出るんだろうな。やっちゃったね。まあいいんです、いいんです。いくら買ったっていいんですかね。キャンペーンやったからって買ってね、そこからキャンペーンが本格的に始めたから買って、いいんですよ。それだけいっぱい買う、売れた方がいいに決まってるんですから、それ東洋水産さんだって。それでいいんですよ。だよな。だよね。ツイッターのあれはリツイートしといた。やっといたけど。特にこれは関係ない気がしてきたか。まあいいや。
まあ、緑のタヌキいっぱい食べてきます。しばらくもくもくがなんか、緑のタヌキと、あれで埋め尽くされる気がしますけど、気にしないでください。そういった事情でございます。さあ、戻りましょう。欧米ビでね、640円。でも、冷静に考えたら、日本で、一人向けで、これ何、何冷凍なの、あ、冷蔵か。冷蔵で、チルド品でね、こんな感じで揃えてね、できるようになってたね。すごいですね。エビ天をね、火で揚げると大変ですからね。かといってね、お店に行っても混むしね。今年が年末年始どうなるんだろうな。撮影はさすがにしてないはずだとは思いますけどね。まあ、生放送できたらやりたいですけどね。まあでも、他のみんなのカウントダウン見に行きたいよね。俺もこの目のカウントダウン見に来て。いや、どっかやるでしょ。そういうのね、あれですね。はい、ということで、まあ、いいや、吹いといて。なんかありますよ、と。で、次が、これね、オーブンライブの店舗の日本。はい、ね、いいですね。あ、だから、でも、何やかんやって言っても、味吉さんに買いに行ってるからな、今年も多分味吉さんだろうな。あそこがね、やっぱね、四日市でね、天ぷらね、いやースーパーで買う天ぷらだと、今一番やっぱしいいの、味吉の天ぷらなんですよね。なので、多分味吉に行くんじゃないかな。いや、彼氏かな、どうなるかな。まあ、それにもちろん、どんべじゃない。ポコペじゃなくて、緑のたぬきね。もちろんです。はい。間違いません。大丈夫ですよ。ね、緑のだってね、あれだとキツになっちゃいますからね。そう。どんべだとね。よし。という感じでございますね。見本の盛り付けということでね。はい。なるほどなぁ、というところですね。いいですね。あ、見てると、そば食いたくなってくる。あとでもう作るか、これ。で、家族で楽しめる寿司オードブルってこと、寿司オードブルも色々書いてます。まあ、結構値段を抑えて、あ、そうか、ハンバーグとかそういうの入れるのでね。なるほどな、抑えた感じが、なるほどな。で、花丸寿司折り詰めってことで、これも、まあ、1人前分ぐらいかな、この感じだと。で、花丸寿司ありますよ、と。はー。で、さらになんかサンデージャポンの、なんかあれがあるんですね。スパークリング。ワインかな、これは。大竹チョプロデュースのやつがあるらしいですよ。で、そうですね。ローソンで4980円で。これはですから、ワイン、スパークリングワインですね。国産かな、国産ですね。長野県の、で、取れたワインなんですね。辛口なんですね。最近温暖化でね、実はね、辛口のワインが作りにくくなってるって噂、話を聞いたことありますけどね。いや、辛口好きとしてはね、いいですね。ありがたいですね。あ、そう、基本お酒はね、どっちかというと辛いのが好きな人です。甘い酒より辛い酒の方が好きな人なんでね。そう。日本酒とかも辛口な方を好む傾向ですね。で、日本酒は、ドンと出ました。八海山。で、いいですね。八海山、いいね。飲んでみて。八海山飲んだことねえな。細かくまろやかで、丹麗な味わいと、ほのかに感じる上品な甘やかさが特徴ですってことですね。そう。久保田もね、千住までしか飲んだことないか。万寿はないですね。八海山も飲んでみたいもんですな。いいですね。このあたりとかね。これなんか飲み比べ、いいですね。こういうのも最近ね、年になってきたらね、若い時はね、量が伸びてるからね、一生以外の選択肢なかったんですけどね。最近はこういったね、いろんな飲み比べとかもね、あ、こういうのはこういうのでいいなとね、分かってくる年頃になりましたね。まあ、量は飲めなくなってるのかな。なんか よくわからないですね。なんか、おかげさんでね、まだ、健康診断では引っかかりまくってますけど、もちろんね、こんだけ飲んでますから、当然引っかかってるんですけど、まだね、その致命的なあれになってないですからね、まあ、まだ飲めるだろうってことでね、飲んでこうっていう感じなんでね、結構量もね、結局飲んじゃうんですけどね、こういうね、ちっちゃいのでいろいろと飲み比べてるのもいいですもんね、1日は持つでしょ、184だったら、いや、足りないか。まあいいや、いや、こういうのもいいですよね。まあ、というか、まあ、飲めしこだからな。あれですね。でも、720だったら、結局一人だったら、これ一人で一本あげたら十分満足しちゃうんでね。
何かって飲むってなったらね、というかね、やっぱね、飲み方って変わりますよね。飲んだくれがね、揃うとね、もう一升瓶何本打ってたってどうせ全部合うんだからっていう感じでね、任しといたらいいし、自分がね、飲んどってね、これね、この酒は正直、甘くて、特に甘い系だと、うちが。あんまし甘ねえな、って言ったら、結構甘口やね、って言ってね、そのままスーって流しといた気圧じゃなくなってますんで、これがね、一つね、みんな気づいて、ここで気づかれそうで怖いな、うちの、飲み仲間の連中にバレそうで怖いんですけど、イメージ戦略って大事で、この人飲まない人だなって思われてるところで、あんまし酒が済んでないと、おいおい、飲んでないんじゃないのとかってね、なっちゃうじゃないですか。そこがね、山田さんだとね、基本的に飲んべえのイメージが強いんで、こいつがそんな飲むスペースが、遅れてるわけがねえって言ってね、なるんでね、案外ね、気づかれにくいんですよね。これで、ね、あんまり俺の得意じゃない酒だなーっていう時はね、スーってね、流してるとね、勝手にね、他の人が飲んでて減ってね、得意な酒はね、その分ね、ウイスキーとかああいうのとかね、ガバガバ飲んでるんでね、もちろん飲んでるんですけどね、結局。そんなあたりとかが、実はね、飲んべえになればなるほど、自分の好きな酒をうまくと選びながら飲むね、術があったりするんですよね。もちろん、差し飲みは別ですよ。差しでね、飲んだくれ同士でね、差しで飲んだらね、もうね、何のあれもないですからね、ただただ、潰れる。でも、それがいいんだよね。これで、そうですね、純米大吟醸じゃない、純米好きっす。で、淡麗辛口でしょ。これ、多分この中だとこういうのが好きなんだろうな。720ですか。結構、このやつだ。大吟醸？え？大吟醸だ。大吟醸だ。そうだな。マジか、すげえな。こんなもんは揃うんだ。うまそうだな、あれ。で、これは土井酒造場の開運。山がいいですね。で、山田錦ね。山田なんでね、当然ね、山田錦をしてきたいところじゃないですかね。で、自家精米した一品ってこと、洗練された味わいってことらしいですね。これはうまそうだね。辛口だし、いいね。料理に合わせるのは俺やっぱ辛くていいんだよな。基本あんまり赤に飲まないし、冷やして飲むんでね。いいですね。大吟醸ですよ。4180円、うまそうだ。大吟醸だね。ってことで、宅配の申し込み方法とかもいろいろと書いてありますよっていうことなので、宅配もできます。さっきも言った感じで、離島とかちょっと無理なところがあるらしいんですけど、基本的には OK よということなんでね、ご希望の商品をこうやって選ぶとできますよということなんでね。で、これがアプリとかでもできるし、店頭でももちろんできるんですけど、アプリでね、できたら、こんな感じに1000ポイントや1000ポイントとかね、ドーンともらえるようなキャンペーンもやってるらしいんだよね。またリンク貼っときますんでね、そのあたりとかを、各回、ご興味ある方は見ていただけたらいいんじゃないかなということでね、ざっと見てきました。ざっと32分。あれ、意外と喋ってない。日本刀じゃ、途中で切ったんだ。ってことは結構言ってる。やっべ。いいと思うのことだ。こんな感じでね、またどんどんとやっていきたいと思いますのでね、さあ、ローソンだけでもう疲れたけど。少なくともね、さすがにファミマ、セブンとね、ミニストップが、そう、まだ資料がね、揃ってないんでね。出てないんだよな。お店に行ってもないんだよな。ミップだけ。なんでだろう。またちょっと出来次第やるでしょ。で、スーパーもね、まだ、ちょっと順次。またこれでね、あれですよ。カタログ集める旅が始まるんで、また大変なんだよ。北中西地域はね、一応網羅し合えるとってことでね、いろいろなところもありますんでね、またね、いろいろとチェックしていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。ということで、ね、この動画はこれぐらいでね、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。